どうした？感慨深そうだな。ちょっと待っとけて。ずいぶん長い用事やったんやな。悪い悪い、ちょっと組織内でごたごたがあってね。まあいわゆるうちわ揉めってやつだ。府警内部でか。まあな、長いこと事件追いかけてると途中で青臭いこと言って抜けたがるやつが一人や二人必ず出てくる。その後始末さ。夢がどうだのこうだの、いい大人だっていうのにバカバカしい。俺が逃げ出したらどないするつもりやったんや。まあそん時はそん時、警視庁に頭下げてローラー作戦でもかけりゃ済む話さ。分かっとらんようやな、この町の深さが。一度地下に潜ったら最後、警察がいくら探しても見つけられん場所もあるんやで。神室町地下街に下水道、それにこの下にある西の河原のことだろう。お前の逃げそうな場所ぐらい分かってる。あんまりなめるな、警察を。で、俺は何したらいいんや。警察の代わりに森永を探してもらう。森永を？ああ、福岡での事件後、森永が東京に帰ってきたところまでは府警の方でも足取りをつかんでる。だがその後の消息がわからない。東城会本部には戻ってへんのか？一応会長代行だった青山に手をかけたんだ。今の森永が東城会に戻れるはずもない。そしたら森永はどこに？だからそれを探すのがお前の役目だ。奴がこの町に潜伏しているのは間違いない。だが東城会からも命を狙われる男が潜伏する先といえば地下っちゅうことか。ああ、おそらく森永は地下に潜伏し事件の黒幕に接触する機会を伺ってるはずだ。今警察の人間が地下に潜れば森永が警戒して再びどっかへ姿を隠す可能性もある。だからお前に探ってほしいんだ。知り合いか？今の車に乗っていた男、近江連合の大物だ。近江やと？それにしては堅気みたいな身なりしとったな。勝谷直樹45歳、元役者で今は大阪にある大阪芸能という芸能事務所の社長をやってる男だ。だがその裏で現役の近江連合の直参、大阪工業の会長という顔も持ってる。容姿端麗で紳士的、世間的には青年実業家として名は知れているがな、今近江連合で最も八代目の座に近いと言われる男だよ。勝谷か、どっかで聞いたことあるような名前やな。知ってるのか？いや、せやけどなんで近江の男が神室町に？さあな、奴は表の顔がある分自由に各地動くことができる。表の家業の用事なら何の問題もないんだが、一応調べておく必要がありそうだな。どうする？俺は森永と勝也、どっちを追えばええんや。勝也のことは俺が調べる。お前は予定通り森永を追ってくれ。分かった。明日またこちらから連絡する。それじゃ。
さん。かっこいいね。ちっ、カツカツ。久しぶりだな、冴島。冴の花屋、相変わらずのようやな。そういうお前さんの方こそ相変わらず厄介な事件に巻き込まれているようじゃないか。沖縄に続き網走まで脱獄してくるとはな。あんたのことや。俺が脱獄してまでここに来た理由もう分かっとんのとちゃうか。まあ見当はつく。今全国各地で起きている極道関係の大騒動、そしてそれに絡んで殺された真島五郎の死の真相について探っている、そんなところじゃないか。話が早うて助かるわ。せやけど犯人の目星はもうついてんのや。ほう。登場会で大吾の護衛を雇った森永っちゅう男を追ってるんや。ほう、森永か。何日か前に福岡から神室町に戻ってきて潜伏してるらしい。森永の居場所を教えてほしくてここに来たんや。ただでとは言わん。何か情報があったら教えてくれ。ふん、面白い日だな今日は。実はもう一人来ているんだ。森永の行方を教えてほしいと言ってきた男がな。一体誰や。それは教えられねえと言いてどこだかな。今日は特別に教えてやろう。ついてこい。Yeah.
あいつだ。誰やあいつ。森永の舎弟で一緒に堂島大吾の護衛をやっていた相沢という男だ。森永の舎弟。ああ、あれが実に面白い男でな。つけるまで死ぬわけにはいかねえんだよ。あかん、お前に死ぬで。あいつ、死ねえぞこの野郎。来んなら殺す気で来い、野郎。そんなことがあったんか。ええ、俺は森永の兄貴に捨てられたんです。それだけじゃありません。兄貴にはたくさん裏切られた。あれだけ真剣に堂島会長を助けることだけを考えて頑張ってきた兄貴がどうしてあんなこと。お前ほんまに森永が何しようとしてたか聞かされてなかったんか。兄貴が山笠組本部で青山大光に撃たれた後、俺は桐生さんに指示されて兄貴を病院に連れて行ったんです。手術が終わるのを待って翌朝病室を訪れたら、重体だったはずの兄貴はもう姿を消してました。俺宛ての置き手紙を残して。手紙。東京に逃げろとだけ書いてありました。でも自分には全く意味が分からなくて、兄貴を探して福岡の街をさまよっていたら、翌日青山大光が死んだという噂を耳にしました。しかもその青山を撃ったんが森永やと。その瞬間自分は兄貴に捨てられたんだって確信しました。ずっと一緒に、ずっと二人で一緒に這い上がってきた仲間なのに、どうして。そしたらお前は自分が捨てられた理由を知りとうて森永の行方追っとんのか。ええ、そうです。でももうそれを知ることもできない。試合に勝てば教えてくれるってあの情報屋の男言ったはずなのに、リングの上で人を殺すような男は信用できないなんてひどいっすよ。
森永の兄貴も、もうひどいっす。兄弟を捨てるなんて、俺には信じられない。くだらんな。今なんて。くだらん言うたんや。俺らの世界の兄弟の絆っちゅうんは、ガキの好き嫌いを言うとるんとちゃう。そんな、俺だってそんなことくらい分かってます。でも相沢言うたかお前。はい。まだ体動かす元気あるか。這い上がってこいや、相沢。俺に勝って森永の居場所を突き止めろや。森永に会うてそれでも気持ち収まらんかったら、そん時は思い切りぶん殴ったればええ。冴島さん、嘆くんもええ、悲しむんもええ。そやけどな、兄弟が間違うた道進んだ時、それを引き戻したるのも兄弟の務め。さあ来いや、相沢。はい。行くで、相沢。はお前の兄弟への気持ち、本物のようやな。当たり前です。せやったら最後まで信じたれや、森永のこと。大事なんは兄弟に捨てられたかどうかやない。要は自分がそいつを好きでいられるか、それだけ。最近の闘技場の戦いはつまらない対決ばかりだったからな。
今日は数年ぶりに血が騒ぐような戦いを見せてもらったぜ。花屋、いいものを見せてもらった礼に、今日は特別にお前ら二人ともに森永の居場所を教えてやる。本当ですか？ああ。だが現実とは非常なものだ。お前にその現実を受け入れられるだけの勇気があればの話だがな。どういうことや？どうだ、お前は知りたいのか、相沢。はい。どんな現実が待っていようと、俺は兄貴の今を知りたいです。そうじゃないと俺、いつまで経っても一人で道を歩いていけない気がするから。分かった、話そう。森永の今の居場所、それは警視庁神室署地下2階の霊安室だ。